皆様、本日はお足元の悪い中、ボートレース大村へご来場いただきまして誠にありがとうございます。それでは大変お待たせいたしました。ただいまよりスポーツ報知杯優勝者表彰式を開催いたします。それでは優勝されました水間敦史選手の登場です。どうぞ皆様大きな拍手でお迎えください。水間選手おめでとうございます。早速表彰に移らせていただきます。表彰者はスポーツ報知西部本社代表取締役社長早川俊二様でございます。優勝いたしました水間敦史選手には賞状とカップ副賞が贈られます。まずは賞状の授与です。賞状優勝登録第4413号水間敦史殿、あなたはボートレース大村におけるスポーツ報知杯争奪戦において当初の成績を収められましたので、その栄誉をたたえこれを称します。平成28年6月12日スポーツ報知西部本社代表取締役社長早川俊二。続いて優勝カップの授与です。続いて副賞が贈られます。早川様ありがとうございました。どうぞご講談ください。続きまして大村市協定企業局から副賞が授与されます。プレゼンターは大村市モーターボート競争事業管理者小川寛治でございます。副賞は大村市協定企業局長賞として大村市の特産品和牛詰め合わせセットを贈呈いたします。それでは少し記念撮影のお時間を取らせていただきます。優勝されました水間選手にはカップを持って中央にお立ちいただきますので、どうぞカメラをお持ちの皆様中央の方にお越しいただきまして、水間選手の姿を収めていただきたいと思います。さあ見事進入のもつれもありましたけれども、優勝戦5コース角からまくり差しての勝利となりました。ピースサインも出ております。気持ちのいい勝利となりました。さあ皆様よろしいでしょうか。続きましてボートレース大村フロアテンダントより花束が贈られます。それでは優勝されました水間選手に少しお話伺っていきたいと思います。水間選手改めておめでとうございます。ありがとうございます。やりましたね。そうですね、展開が、はい、はい、どうですか、見てくれました。いやもうちょっと嬉しいですね。はい、はい、さあちょっとあの優勝戦振り返っていきたいんですけれどもね、まあ、まずは進入というところ、もう最後の最後までちょっと迷っている様子もありましたよね。どうしようかなと。そうですね、あの、はい、まあ、今節はあの深い進入もあったんで、ちょっとどこからが一番勝てるのかなって考えて、直前まで悩みました。なるほど、はい、まあ、直前のスタート特訓ではもちろんスローも練習して、はい、はい、そして、まあ、展示では一人短期の6コースダッシュというところだったんですけれどもね。そうですね、あの、はい、もう角ならいいなって思ってました。あ、はい、一人でも角なら、はい、一人でも、はい、まあ、その直前にも進入をもつれた方がチャンスはあると思うというお話でしたからね。そうですね、もう、はい、自分にはそっちの方がチャンスがあると思ってました。はい、そして本番はあの井川選手も外に引きまして、はい、4対2ということになりましたよね、はい、ちょっとそこは想定外だった。想定外でした。外でしたね、はい、もう1人短期のつもりがあれもう1人いるというところで。そうですね、はい、はい、ただ、まあ、そこからはまあ冷静にいけましたか。そうですね、もう今持ってるあの力は、はい、1マーク十分に発揮できたと思ってます。うん、まあ、川北選手がこう攻めていって、はい、まあ、そこの展開をしっかりと捉えていきましたね。はい、そうですね、はい、うん、
そのあたり船橋の仕上がりとしてはいかがだったんでしょう。そうですね、もう2日目ぐらいから中島誠一郎さんに、はい、プロペラをもう付きっきりで見てもらって、あ、はいはい、自分一人の力だったら優勝はまずしてないだろうなって思います。あ、はい、そうなんですね、はい、同じく優勝戦に乗った中島選手ですけれども。そうですね、はい、もういっぱい見てもらいました。あ、支部は違うけど仲がいいんですね。いや、もう、はいはい、九州は一つだっていうことで、はい、お世話になりました。はい、じゃあ中島選手にもお礼を言わないといけないですね。そうですね、はい、はい、水間選手、これでご自身9回目の優勝ということになったんですけれども、はい、まあ、今年は2度目の優勝ということですね、はいはい、ちょっと前期は自己点などにも苦しんだ部分があったかと。そうですね、はい、ちょっと自分の弱さでフライングをしてしまったりすることが多かったんで、はいはい、もう少し成長しないといけないなと思って、はい、まあ、今期に入ってまだ2ヶ月目ではありますけれども、どうでしょう、リズム的には。いや、今期に入ってすぐはちょっと調子悪かったんですけど、はい、この優勝をきっかけにどんどん調子上げれていけばいいかなと思ってます。そうですね、はい、大きな配当になりますよ。3連単見ました？あ、見てないです。あ、見てないですか、はい、ですね、71,250円、はい、はい、かなり、まあ、2、3着の結果もあったんですけれどもね。あ、そうですね、はい、後輩と提供となりました、はい、あとファンが増えたかもしれない。そうですね、取ってもらった方は、はいはい、これからも応援してください、ね、はい、ぜひ皆さん応援してください。さあ、次節は早速地元芦屋でのレースとなりますからね、はい、またそこでも調子上げていきたいですね。そうですね、もうしっかり一層一層、はい、気を引き締めて走っていきたいです。はい、それでは最後に残っていただいたファンの方に向けても一言お願いいたします。はい、遅くまで残っていただきありがとうございます。最近は事故ばっかで調子を下げてましたけど、ここでしっかりと調子を上げてもっと上のステージで戦いたいと思いますので、応援のほどよろしくお願いします。はい、水間選手、本当におめでとうございました。これからの走りもご注目していただきたいと思います。では最後に少しだけ水間選手にお付き合いいただきまして、お楽しみ抽選会をさせていただきます。残っていただきましたファンの方、抽選で5名様にボートレース大村のオリジナルグッズをプレゼントさせていただきます。では番号は最後に発表させていただきますので、ではお預かりいたしましたので、水間選手、これで退場となります。どうぞ皆様、最後今一度大きな拍手でお送りください。さあ、今節、優勝戦を制しましたのは5コース角からの勝利となりました水間敦史選手でした。おめでとうございました。さあ皆様、これからの水間選手の走りにもどうぞご注目ください。